2014年から中国共産党の中央銀行はデジタル通貨の研究を行っている。中共機関紙である新華社の2019年8月の報道によると、2017年に設立された中央銀行のデジタル通貨研究所は、これまでにデジタル通貨技術に関わる74件の特許を申請したという。 また、新華社2019年10月の別の記事によると、習近平主席は中国共産党中央政治局第18回集団学習で、ブロックチェーン技術が強いネットワーク国家を構築し、デジタル経済を発展させ、経済、社会の発展を助けるためにより大きな役割を果たす必要があると示唆したという。2020年、中国共産党商務部は、 21の省、市に対して、サービス貿易革新指向制度の包括的進化に関する基本計画を実施するよう要請する文書を発行した。その後、中国のメディアでは、深圳、蘇州、勇安新区、生徒及び2020年冬季オリンピックのシーンでのデジタル人民元導入をテストしたと報じた。4月の新覧網の記事によると、 デジタル人民元の施行は、オンライン、オフラインのシーンで徐々に拡大し、越境決済テストも進行中だという。関東、香港、マカオ大湾区、2022年の冬季オリンピックでの越境決済施行は、中共がデジタル人民元を国際社会に持ち込もうとする試みである。自国通貨のデジタル化を強力に推し進める中国共産党の野心は、 明らかに国境を越えている中国の仮想通貨とデジタルマネーの専門家であり、フォースングループの創業者の一人である両新軍氏は、4月30日の講演で、より多くの国でデジタル人民元とコミュニティデジタル通貨のシームレスな変換を実現し、グローバルな決済循環を実現することは、 一級二体制に対応する金融ソリューションであると述べていた。両親軍が言及した一級二体制とは中国共産党の用語であり、中国共産党に代表される共産主義の全体主義体制とアメリカに代表される欧米の民主体制が地球上で共存することを指す。中国共産党はアメリカドルを人民元に置き換えて、 世界の金融システムを支配したいという主張が常にある。中国共産党は2015年7月に独自の人民元クロスボーダー決済システム SHIPS を上海に設置し、2021年までに香港、マレーシア、オーストラリアなど多くの国と地域をカバーする累積決済額は1億5100万人民元に達しているという。 しかし中共は現在の国際決済システムにおいてまだアメリカドルを直ちに脅かす存在ではないことも認識している。共産党がデジタル通貨を積極的に推進し暗号通貨の規制を厳しくしているのはこの分野での取り組みを強化して対アメリカ金融兵器としての利用を研究していることを示しているようだ。このことは専門家のプロの分析でも示されている。 ペイパルの創業者であるピーター・ティール氏は中国共産党の仮想通貨の使用を深刻に受け止めるべきだと主張し5月19日にはアメリカ上院議員のシンシア・ルミスが中国、中共はすでに選出都市でデジタルコインのテストを行っており世界の金融界でドルの地位を脅かすためにこれを利用しようとしているこれは国家の安全保障上の問題であり アメリカが対応しなければ我々は取り残されてしまうと指摘した。暗号通貨投資ファンドプリミティブベンチャーズの共同設立者であるダビー・ワン氏は2019年5月17日に早くもデジタル人民元に関する論説を発表した。記事の冒頭で欧米社会の多くの人々の認識とは逆に 中国はブロックチェーン技術に反対してていいいないと述べていた彼女はデジタル人民元プロジェクトは中国にとって経済的にも政治的にも非常に大きな意味を持っておりもし広く成功すれば国内外の経済に対する中国の中央銀行の影響力が効果的に拡大するだけでなく通貨地政学やビットコインなどのプライベート暗号通貨の将来にも 幅広いい影響を与えるるることとになると主張しているまたデジタル人民元は中国が行っている脱アメリカドル化の取り組みとかなりの相乗効果をもたらすだろう。つまり外貨準備のアメリカドル資産を減らし、金準備を大幅に増やし、アメリカ国債を売却する。いずれにしてもこれらの動きは米中の緊張を高め、 アメリカにドルの同様のデジタルモデルを追求させる可能性もあるとワン氏は分析した。新欄も2020年9月の記事では中国共産党がデジタル通貨やブロックチェーンを利用する目的の可能性についても語られている。デジタル通貨は表面に過ぎず決済ネットワークの再構築こそが遠大な野望であると述べられていた。この記事では 決済システムの再構築はデジタル通貨の構築よりもはるかに重要であると論じている。ブロックチェーンは現在、最下層は数学的プロトコルであり、数学は嘘をつかないため、信頼メカニズムの問題を解決し、生産システムを再現する最高の機会も提供しているという。記事の匿名の著者は、 アメリカドルが支配するフィアット通貨の世界は絶え間ない金融危機に陥っており、もっと良心的な競争相手がいるはずだとしながらも、中国、中共のデジタル通貨電子決済はより柔軟なオープンモジュールを備えており、これこそ中国、中共のデジタル通貨における最大の計算だと述べた。つまりデジタル通貨であれ、ブロックチェーンであれ、 安定した通貨であれ、中国共産党は世界の金融秩序を変えるためのツールとして、自らの手でコントロールしたいと考えており、中共はデジタル人民元を統制することによって、金融管理を徐々に輸出しているという。4月、英字版大紀源は、ダラスに拠点を置くヘイマン・キャピタル・マネジメントの社長、カイル・バス氏の警告を報じた。同氏は 中国共産党はデジタル通貨を西側民主主義を攻撃するトロイの木馬として扱っているとし、自由世界はそれを禁止する必要があると述べた。